15分になります。7月の10日9時15分、おはようございます。本日からですね、また日本一周の旅を再開させようと思ってですね、じいちゃんばあちゃんとの別れは辛いですね。さあこれからですね、私はですね、松山市の方にですね、もう一組のおじいちゃんおばあちゃんがいるということで、そちらに会いに行っていきたいと思います。12時7分になりました。暑いです。台風がですね、過ぎ去ってこの気温です。まあ、台風過ぎ去った後っていうのは大体いつも暑いっすよね。なんかいやー暑いよ、たまんねえ。止まってても汗が出ますよ。松山駅をですね見まして、そして松山城でお昼ご飯を食べて、久しぶりにパソコンでもいじろうかなと。さあ深夜もですね1時となってしまいましたが、僕が今いるのがですね、松山市駅の方ですね。あの JR ではなく、あの都市線というか市内線というか、7月13日、午前10時22分となりましたね。本日からまた日本一周を再開させたいと思います。思えばですね、もう四国には1ヶ月以上経ってますね、滞在してから。来たばかりの頃なんて、あの四国の暑さにもうめちゃめちゃにされてましたけど、なんだかんだやっぱ人間は慣れるんですね。
ですら、なんかもう今33度なんですけども、なんとも思わないですもんね。ということで、これから今治市の方へ向かいたいと思います。さあ、今治を抜けてですね、しまなみ海道に片足を突っ込んだところですね。僕の通った道を、最初ここに四国に上陸した時にですね、通った道を今通ってるんですけど、なんかすごい切ないですね、今は。いろんな人との出会いがあって、いろんなでやったことのない作業だったり、見たことのない景色だったり、もういろんな経験がぶわっとここで頭に入ってきたと。すげえ、だから楽しかったんですよね、四国が。さあ、15時ですね。見たことある景色ですね、これは。そうです、しまなみ海道にやってきました。小さくなっていく四国を見て、こうまたね、次は広島へと向かうわけなんですが、やっぱりなんかね、滞在長期、まあわりかしね、長いこと滞在してたもんですから、それなりになんかね、思い入れっていうかね、やっぱ感動するんですよ、思い返すと今。はあ、まあ別れもあれば、また新しい出会いもあるということでね。ああ、下に行けば行くほどいい出会いがありますよ、もっと、きっと、ずっと。いやー、四国ではね、なんか精神面的にも結構鍛えられた部分がありましてね。ああ、この環境かな、暑さといい、気候がそうですし、まず。ああ、昨日のですね、12日のあの愛媛県の気候と気温と湿度をね、ちょっと調べてて、ね、湿度が 70% 以上なんですよ、ほとんどが。昼になったらあの 80% とか超えてたりしてて、ね、でこの 70-80% って湿度を超えてたら、じゃあどう危ないのかって調べたんですよね。なんでもですね、ダニとかカビが発生する湿度がだいたい 70% 以上と言われてて、もう昨日僕もあの背中とかもカビ生えてましたから、そんな感じです。で、いやー綺麗だね、できるかどうかっていうね。どっちだ、多々羅大橋、そうそうそう、こっちですね、19時半ですね、今。ちょっとですね、写真撮ったり、いろいろのんびりとグダグダと言ってたらですね、もうこんな時間です。さあ、しまなみ海道もですね、残り10、これで何キロだ、10キロちょっとかな。フェリーの時間ですね、何時までか。
べたらすぐ出るんですけど、ちょっと調べないで行ってみようと。まあ調べて時間がもう過ぎてね、フェリー出てなかったからとか言ってそこで泊まるってわけにもいかないんで、泊まるならフェリー乗り場の近く、はい、こんばんは。今ですね、19時50分です。さあ、真っ暗になりました。この橋を渡ったらですね、もうフェリー乗り場なんですけど、いやー、運動不足かな、最近なんかね、食って飲んで食って飲んでで、食って飲んで運動でね、そのサイクルは多分一番健康にいいと思うんだけどね、僕は。さあ、最後の橋ですね、これが。懐かしいな、ここで中さんっていうね、同じ旅人自転車の方に、初めて旅人に出会ったのがこの場所でですね。明るかったらすごい綺麗なんですよ。いや、これはこれで綺麗ですけどね、なんか商店街みたいな。あと少しですね。はい、しまなみ海道にはなかなか来れないですからね。もう自転車で行った方がいいんですけど、僕が一番言いたいのは、もう自転車よりもカメラを持ってった方が絶対いいですね。自転車なんかいらないから、カメラだけは絶対に持参してください。綺麗だな。それだけ北海道から来るたら連絡船じゃろ。北海道青森間は。青森の。はい、とかフェリーで。フェリーでなんできるな。はい。ここないけな。すごい波が荒いから。あそう。あそこは。酔わない人でも酔いそうになって。綺麗だな。浄土寺、この全体がなって。あ、この全体がですか。この道の経過が日本遺産。あ、そうなんですか。ここと諏訪の滝、中国ではね。あ、そうですか。さあ、21時半になりました。僕は今ですね、この道を越えてですね、三原市という場所に来ています。
さあ2時半になりましたね。もう峠がきつくて国道2号線たまりませんな。もう全身が汗だらけでございます。いや東広島まではですねもう10キロぐらいは切ってるだろう。これこの自転車のスタンドの本日のですねこの着席時間がですねもう20時間に迫ろうと。20時間違うね、15時間だね。ああ飛んでるかい。深夜2時49分になりました。今僕がいるのはですね、東札幌じゃなくて東広島に着きました。東広島から中心部広島市の方はですね残り30キロちょっとぐらいです。今日はですね東広島の方でこれからですねもう寝る準備をして着替えとかして行こうかと思ってます。雨がすごくてですね明日から台風なんで屋根あるところにテント立てて寝たいと思います。それではおやすみなさい。